やだ、大人っぽい頭。だってもう、セットしてる、ね、結構じじいなんだもん。下半身は中学生だから。やめなさい。プロローグなんですよ。いや、どうとこの間さ、ムックンと同い年の、室田清というね、プロゴルファーが、46歳だったんですよ。はい。彼がね、はいはい、7年ぶりに優勝したんですよ。はい。最終の、で、今まで飛ばない人だったの、うん、あんまり、うん。で、アイアンの切れ味だけで買ってきた人だったのに、うん、飛ばないとドライバーがね。ドライバーが。うん、飛ばしようじゃなかったの。うん。で、日体大の出身で180センチあって、おぉ、でかい。体がいいんですよ、もともとね、うん。それでね、5年前に、これはいけないって言うんで。飛ばないから?うん。球をフェードボールからドローンにするんだっつって、うん、2年で戻ってきますからっつって、うん、5年かかっちゃったらしいのね。そのスイングを直すのに、うん、グリップを変えて、うん、でこの間ガルシアよりも飛んでて、でジャンボよりも飛ぶようになったわけ。すごいじゃん。ジャンボさんに勝ったの初めてです。それで24アンダーで勝ったわけ。その時使ってたクラブがテーラーメイトの360なのよ。うん、で買ってきちゃったんだけど。俺もお風呂だなって、ね、5年やって買ったんだからその人は。そう、ね、でもそういうのってさ楽しいじゃない、イメージ。あの僕たちはほらラビが言うけど、うん、遊びでやってんだからそ そういうのが楽しいんだし、そういうので売れるんでしょ。そうだよ、実際にあのパター、あのウッズが使ってるパターとか、そう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 、あの彼がディバルのメガネがかっこいいっつって、そうそう、あれ売れてるんですよ。日本みたいな平坦な顔の人が身につけちゃうとうウルトラセブンみたいになっちゃうのに、それで買うんだもの。そうだよ、いいじゃない、楽しいじゃない。ダヤクガルシアのモデルも買いそうになっちゃったよ、ドライバー。買えばいいじゃない、なんで我慢すんの。いや、あのもう一本他の買っちゃった。今日は2本にしとこうと。2本も。杉内友です。小原敦馬です。有川です。お願いします。はい、というわけでもうすぐ11月も終わっちゃいます。いよいよ師走ですね。はい。本当に今年もバーッと終わりました。いろんなことがありましたが。あったね、いろんなことが、ね。やっぱりね、あのイベント20周年では、うん、あれがあったことでも、ある一つ区切りがついてしまいました。そうだね。心の中でね、まだ折り返してる。うん、まあ先週も放送しましたイベントの模様。そうですね、はい、でもね2時間には入らないんです最初から。先週はオープニングとアニーのライブ3人と、似てるものものグランプリといいね指示大戦とエンディングだったんですよ。ね、そこで今週は未放送のイベントの部分もお送りします。そうなんですよ、はい、それが素晴らしいところですね、うん、今夜も3時までよろしく聞いていただきたいと火曜日の試合です。選手のイベントでも雄たけびを聞かせてくれました水木一郎兄の30周年記念アルバム「兄貴自身」から水木一郎で「僕らのバラムワン」。プロロロプロロロプロロロロ、吹っ飛ばすんだギュンギュギュン、マジンドルゲオルロルロロ、やっつけるんだプロロロポー、バロムクロスでキュンキュン、二人が一人バロローム、みんなで呼ぼうバロムワン、必ず来るぞバロムワン、超人超人僕らのバロムワン、ジェットポップはブロロプロロロプロロロロ、友情の武器だギュンギュギュン、地底の悪魔をルロルロロ、やっつけるんだドロドロボー、バロンフライでキュンキュン、バロンすぐでバロローム、みんなで呼ぼうバロムワン、必ず来るぞバロムワン、超人超人僕らのバロムワン、バロムクロスはプロプロロロプロロロ
ヨクロスギュンギュギュン大帝魔人のルロルロロやっつけるんだズムパパパバロームカットでキュンキュンゆうきと二人でバロロームみんなで呼ぼうバロームは小崎でわあ、あなたいくつ？47です。小崎始めて何年？20年になります。あなたにとって小崎の20年は何だったんですか？はい、おっぱいことモンマリとタワワちゃんです。それだけ？ポイントアップキャンペーン実施中。今ならポイントカードで 10%、13%、15% お得。ビックカメラ。どうもエレコミックです。私たち TBS ラジオエンターテインメントマザーズにエントリーしておりまして、500名の方が CD を欲しいと思いましたら私たち初の CD デビューという形になりますね。これはいお願いします。そして欲しいという方はこちらまでアクセスください。 TBS.co.jp/radio/EA までアクセスよろしく。ぴったし20秒。この辺でわお、母さん大変だ。ドレスを着たメガネのおじさんが僕を追っかけてくるよ。それは私のことかね。はあ、荒川京慶です。ねえ、誰かお姫様抱っこして。TBS アナウンススクールには一般の方のための話し方クラス、朗読クラスがあります。社会人、主婦からアナウンサーを受験する学生まで幅広い層の方が対象、大好評です。ただいま生徒募集中。詳しくは03-3505-8080 3505-8080 まで。ポイントアップキャンペーン実施中。今ならポイントカードで 10%、13%、15% お得。ビックカメラ。コサキンダイ。ムックンてんこ盛り。はい、すいません、今自分に気をつけるために入っていました、ラビー嫌いなことをしてしまいました。この間のイベントがあって、うん、そのまま鶴間さんも一緒に、羽田空港行きましたね。そうですね。コサキンが20周年、はい、お昼のサイコロとか10周年ということで、そうです、あの時はもう周年記念だったんですよ。矢口から25周年なんでだよ、20年そうか、そのくらいでしょ。そういうことですね、はい、まあその話でいいんだよ、はい、あっ、それでねやったらしいんだからスケベーが僕は確かにそうでした。そ, そうで浅草でエロのポスター見てて、ね、お父さんが引っ越せなきゃって思ってたから40年そうですよく覚えてるね。ここで羽田空港からバーンと飛びましたね、はい、まず北海道の、まず北海道行った、で千歳で泊まって、はい、千歳空港の中にある三井アーバンホテルってことがあって、で北海道で泊まりだって言うから、あっ流星が見えるぞと思ったら、すぐ横空港で何も見えなくて、ああそうなんだ、仕方がないで寝まして、次の夢ありますからね、ここで生放送でずっとまずは北海道十勝行って、それから岩手まで7時間かけて移動しましてね。素晴らしいね。ゲストは毎日違うの？ゲストは毎日違うんです。あ、3人ずつオールドッカイ、いろいろ、じゃあ15人だ。そういうことです。大変。僕長崎のハウステンボスの時見ました。あ、最後の日ですね。見ましたよ。それで岩手に行きました。あ、岩手も見た。俺着物着てたやつ。そうそう、家みたいな、宮崎県さんが住んでた家っていうね。あ、そこへと花巻農業高校の敷地内にあるんですよ。それと、広島の宮島ね。あ、厳島神社、うん、高校の修学校以来来まして、それで長崎ですね。で4日間とも晴天。はあ、ありがたかったですね。天気良くてね。あ、寒くないの全然。とかつそれでなんかね、ありがたいなと思ってさ、20周年やって、うん、こっちは10周年でさ、うん、でみんないろんな人が来てくれて、いつも見てとか言って、でも不思議だったんだけど、
岩手から広島は2時間ちょっとで行くんですよ、うん、なんで北海道と岩手が7時間かかるんだからないんだね。ないんだね、ルートが。またちょうどないんですね、時間的にもね。で、北海道から岩手行く人があんまりいないんじゃないかな。そういうこと、そんなには、うん、要するに需要がないと、寒い国から寒い国への移動だから、そんなには。でも岩手いいとこですね。あ、岩手、僕は行ったこと記憶ないんですよね。行ったとは思うんだけど、うん、クイズ列車出発進行で。はい、そうだね。だけど、はい、覚えてないんですよ、僕は。あの、電車人間じゃないんで、あの、鉄道人間じゃないんで。うん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 。線を覚えられない。そうだね。うん。これ、ね、面白くてね、岩手に行った時は、あの、旅館に泊まったんですよ。花巻温泉。花巻温泉の。うん。と、小林幸子さんが来てたりして。おー。で、お会いできなかったんで、メモに、あの、ご近所で来てます、頑張ってください。なんか、ショーみたいなやつ。ああ。これで、まあ、あの、久しぶりに地方に行ったのもあるんですけど、やっぱりこう、新鮮ですね。違うところでやるっていうのは。そうだろう、ね。で、生だったからね。あ、そうだね。ドキドキするね。あ、という、だ実労30分なんですよ。そうだ。うん。本当に働いてる時間は。そうか。で、移動の方が長いというね、久々にやりました。トップ10の追っかけマン以来でしたね。そうだね。まあでも、トップ10の追っかけマンは4時間移動して1分とかでしたから。あ、そうね。俺も30分やれるようになったと思いましたよ。ほいで、まあ、そんなことしながら帰ってきて、で帰ってきてその日に、7時8時ぐらいのに羽田に着いたんですね。4日間移動してて家帰って、ああってそうだ、 DVD が出てるなって、すぐ荷物を置いてすぐちょっと買ってくるからって車で出かけたら呆れられちゃったゴッドファーザーが出た、ゴッドファーザーがっつって電話で確認して、さっきのあれじゃないけどクラブじゃないけど、あのゴッドファーザーのボックスは発売になってますよね、あなたまだありますか、あります、あの、今から行きますんで。で、ほいで、こんなに買っちゃって。こんなぐらい買っちゃって。30センチぐらい。30センチぐらい買っちゃって。ああで、見るぞって見たら、途中で寝ちゃった。さすがに寝ちゃった。ああって起きたら、起きたら、あの、バーバーンって落ちたことで、ああって起きて、丸パチのが、あ、もうここまで来ちゃった。今日は寝よう。ここね。ほいでね、あの、次は、あの、ルーのお芝居見に行ったんですけど、それはラビが話すんで、うん、その時一緒に合流しますね。はい、それでね、この間あれを見てきてました。あの、そんなことは今週はてんこ盛りとかそういうことがいっぱいあってね。はい、それで、ジギルとハイド見に行ったんですよ。マルシアちゃんが出てるし、加賀さんも出てるし、あとグッバカリの時のダンサーの人とかも出てたんで、うんうん、あと本幕の奥さんとか。もういっぱいなのよ。日生劇場がさ。それで、まあ、ジギルとハイドですよ。話は。それで、あっちの、見た？あっちの人はね、なんか自分の毛でね、こう、すごいこう、ソバージュみたいにパーマかけて、ジキルの時はピッと縛ってんだけど、後ろハイドの時にこう、うまい具合にこう、取りましたって言うんじゃなくて、うわって取るとこう、パーってなって、うん、って、一人二役やるわけよ。で、加賀さん、加賀さんはピーマン食べるんじゃないの？え、なんで？ピーマン食べた時に、ハイドになるんじゃないの？パリッ。バカじゃない。加賀さんはね、なんか特殊なカツラをつけててね、うん、あの、なんかの表紙にね、直毛でオールバックなの、いつもは。あ、それで、なんか、それが、パカッと前に。そうそうそう。で、ハイドの時は鹿になるんじゃないの？なんで？鹿顔だから。それでね、面白かったんですよ。満員だし。それで、マルシアが娼婦の役なんですよ。で、ジキルを、に最初会うの。で、優しい人なんて好きになるの。でも、ハイドが来るわけですよ。それで、傷つけられたりしててさ。でも、ジキルをとても愛してるの。なるほど。それで、ハイドが、自分が気がついてくるわけ。俺は知らないうちに夜ハイドになっていると。おぉ。それで。それで歌舞伎始まるんだ。はい、えハイドで。いや、ミュージカルラルカンシエルのハイドで。違うんだよ。目が強いです。違うんだよ。それで、マルシアがね、うん、マルシアさん、みんな言ってたわけ、最初に見た人が。うん、マルシアさん素晴らしいですって言ってて。おぉ。で、ご近所でもね、前来た時、小高井さん、こんな私ミュージカル初めてやるんだって、怖い怖いって言うから、大丈夫だよ、マルシア歌うまいんだから。で、お芝居とか、やっぱ日本語をね、で、やっぱり多分じゃなくて、日本語やっぱり少し直されたんだって、アクセントとかを。なるほど。お芝居だからってことで。それで、大変だったって言って、丸覚えしたんだ、発音も。もうでも拍手やっぱり、歌がね、圧倒的にうまいわけよ。で、日本語もおかしくないの？おかしくない。それで、それがね、勝負で悲しい役だからちょっといいのよ。あ、たまに。黙った感じで。うん、ああ。イギリスの、田舎の方から来たみたいに見えるわけ。なるほど。で、いいなと思って。でも、歌がもう一番声聞こえるし、歌詞も一番わかるわけ。加賀さんもちろんだ。
素晴らしい素晴らしいと思って終わって楽屋行って挨拶しに行ってたら唐十郎さんも来てたの、うん、旦那さんのお父さんね、うん、であ唐さん入ってるからちょっと待ってよと思って小高井さん来てくれてとか言って言って、うん、痩せちゃってね、うん、もうねまず疲労困憊してた。あ舞台は疲れる。舞台ではすごいよ。舞台は疲れるよ。もう大変な声が出なくて、いやすごいもう声出てたよっつって、あのほら君歌手だから自分の声に厳しいから出てないと思うけど、うん、もうみんな素晴らしいって言ったよっつって、で加賀さんの方行ったら鏡の前にこうやって座ってて加賀さんどうもありがとうございました楽しかったですっつったら、ああどうも、もうちょっと早く来てください、もうダメなんですか。人間だ。うわ、やっぱりね、ショービジネスのね、もう見てるときはもうそんなの全然感じないんですよ。もうすごいのよ。もう特に後半なんてジキルとハイドが、ジキルになったらハイドになったりして一曲歌ったりするわけよ。ああ。うわ大変だこれ、歌も難しいしね。うん。でもなんかでもそういうの見るといいなと思うね。ああ。この仕事ってね。うん。あ、本当にかな。小高さん来てくれたんですか。早く来てくださいよ、もうちょっと。まだ大阪と名古屋あるんですよね。そうなんですよ。骨身削ってやってるんですよ。やってるね。皆さん。うん、素晴らしい。舞台は特にそうですよね。うん。いや、でもね、そういう骨身を削るというのが、今週は私のテーマでございましたね。20周年、10周年と。で、人様の舞台を見て、ああ、やっぱり一生懸命はいいことだと。うん。かように思った次第で。あ、ございます。ちょっと一緒に祝いしてもらいますね。ラビールーのお芝居、これすぐ終わっちゃうんでね、ちょっとその前にいろいろあったことをね、ルーのお芝居に行く前にね、僕あのメメトスというあのメメトスだっけ、10分間しか記憶メメントね、あメメントだ、メメント、もう忘れてる、もう記憶ない、もう記憶ない、俺もねえよ記憶が。でもあれシネクイントだっけね、あーパート3の8階です、8階ね、はい、うんうん、それでパート3だったとこ、パート3の8階、あ、ね、そうそうそうね、そう僕らがやったところ、そうだね、うん、であの出入り禁止、うわそうそれで面白かったね俺で、まずその前にさ、俺コート好きだからさ、ユニクロのさあのコートあるじゃない、今度出てきてるあの小泉孝太郎くんが着てるってさ、あれ薄くて、あ高いやつね、ダウンよりも薄くて、で今は4900円で売ってるって言うから、それちょっと早めに着いたんで、うん、あこんなところにユニクロがあるってスーッと入ってきて着て鏡見たら、うん、全然小泉孝太郎くんと違うんで、やめてやめちゃったのやめちゃったやめちゃったの、全然違う、ちょっと違うな、でもラビーでいいじゃないですか。でちょっと若作りなの作りが、あちょっと恥ずかしいなと。で考えてみたらうちに3枚も4枚も同じのあるなと思ってやめて、ね、うんうん、それで行ったのよ、うん、8階にメメント見に、うん、1階で待った時にものすごい人数が降りてきたわけ、うんうん、ちょうど終わった頃だったの、うんうん、あれこのムッとした熱気はひょっとして混んでんのかな、うんうん、と思ってプーッと上がってきましたら、今からお並びチケット買ってお並びになられても一番前か両端になります。うん、でまあいいや、両端でもいいや、うん、前でもいいや、うん、ってチケット買ったんですよ、うん。そしたらあそこはね、その8階の部分にね、人を置いとくスペースがないんですね。もともと小さいから。ロビーとかがないね。ないんですよ。うんうん、ロビーが全くないんですよ。うん、ないね。それでそちらの階段にお並びくださいって言うから。うん、非常階段みたいなところ。そう、うん、混んでるなぁと思って、パッと出てったら、8階のところに、踊り場のところに。うん、そしたら、ここが先頭って書いてあるわけ。うん、でその先頭のところに、おっさんがいるわけね。うん、あの、メガネかけた、うん、おじさんが、うん。で、別にそんなこと思ってないんだろうけども、そのおじさんは、俺が一番だぞっていう顔に見えちゃったわけ。で、なんか生だぞ、なんか嫌な感じだなぁと思いながら降りてったわけ、ただ立ってた、降りてったわけ、うん、あってでも偉いんですよ、じゃあ早く来て並んでるんだから、そう偉いん、そう偉いんですけども、なんかムッと来たわけ、うん、それでドーッて降りてったわけ、うん、それあれあれ7階に降りてもまだ人、おうおうおう、あれ6階、あれやっ
った誤解のところに着いたら今度動き始めてさ、なんだよってさ、それで上がってってさ、と上がっていくとさ、こう2列ぐらいになるから後ろに来たやつがさ、俺の横に入ろうとするんだよ、内側から。それをこうちょっと肘で行って並べよお前それ気持ち分かる、分かるよ、肉薄するなよ、肉薄、肉が薄いと書くんだぞ、肉薄っていうのは、分かろうつって、それでずっと上がって、皮が薄い方がいいけどねつって、でバーッ上がってってなんとか入って、そしたらまあまあ、あの、座れなかったの、いや後ろの方で女の座れたの、こう荷物が置いてあるあって人が座ってるから、果たしてそこは人なのか立ったのか分からないわけ、でパッと見たら、まあ真ん中よちょっと後ろぐらいの端の方の席で、50ぐらいの女性がいて、ちょっとうるさそうな女性がいて、それも、それも、いや、それは絶対うるさい女性なの、後で言うから、そしてそこ横空いてるから、すいません、ここ空いてますかって座ったわけ、そしたら、トイレ行きたいから、まずこう荷物置いて、一人だけ持ってトイレ行こうとしたら、結局ロビーがないから、そのリターン券みたいなのもらって、ああ、確かに私は券を持ってますと、その券を もらって、あのセルロイドの中に入ってるわけね、戻る券っていう、それトイレ行って戻ってきたわけ、席着いたらその女性がなんかうるさそうな人だなと思ったら、私これ表書かないの、やっぱり主人が書いた方がいいからねとか言って、なんか映画関係者なのかなって、でずっと見てたんですよ。でちょっと疲れちゃって途中で寝不足になったんだけど、なんとか頑張って起きて、なるほど、どういうことなのかな、あ、そういうことか、こういうことか、つって終わって、さ、ルーのとこ行くか、つって、それで、ルーのとこ行く前に、あの、有川と有川の奥さんと、で、待ち合わせてて、飯食ってから、で、ルーのとこ行ったのよ。じゃあ、ルーのとこ行こう、つって。それで、まず、あの中村屋で、ルーの、あの、あ、そうだ、お菓子とかそういうの困るから、うち持って帰れるように、あのレトルトの中村屋のチキンカレー、あのセットで、つって、すいません、これ10個欲しいんですけども、つったら、この箱は11個詰めなんですけども、つったらフレキシブルじゃねえなと思いながら、じゃあ11個でいいですってそれで、あの、のしはどうしますかって言うから、楽屋お見舞いで、楽屋お見舞いでってちょっと困ってるの子で、誰がさ、楽屋お見舞いでってさ、あの、紙だけ持ってきてください、僕自分で書きますから、つって、パッて来たんで、あ、これはちょうどいいやと思って、俺流役者、あの、俺流役者であり、旅人である、ルー大芝先生の楽屋お見舞いって書いて、これ貼ってください。で、貼って、それで、持ってって、それでまあ、エルこれちょっと、あ、何これ、ああ、そうなの、 ありがとう、持って帰るよ。でもガウン着てるわけよ、ガウン着てこう売ってるから、俺と、お、あの、有川夫人とかで、あれかっこいいガウンでねって褒めたわけ。まあな、似合うだろう、自前なんだよとか言ってさ、まだくつろいでるわ、ずいぶん余裕があるなと思ったのへーと思って、買い前にね、買い前に余裕があるなと思って、でもメイクはしてるわけよ。で、メイク、そうだ、当たり前だよ、俺役者なんだ、メイクはするんだ、気が小さいんだよ、とか言って。が、小坂も見に来てくれてさ、あの、すごくさ、喜んでくれて、いろいろ言っちゃってさ、小坂にも何度かでつけて、バーッと喋ってさ、それで、あの、ルーさ、最初に顔出して帰ろうか。あ、最後だけの方がいいかな。いや、ただ、最初に顔出すと関根さんが来たって言うんで張り切りますよ、つって。この間、7割5分しか入ってないから、今日は7割5分芝居だとか言ってましたけど。よく言うらしい。それで、俺が言った時、今日は8割5分入ってると、8割5分芝居なんだよ、とか言って。で、最初に顔出してくと張り切るから、顔出そうって言った。それで帰ろうかって言ったら、でも、気にしいだから、最後も顔出さないと来ないと話が、そうかなと思って、それで最初に顔出して、じゃあ、10分前だから行くねって言ったら、どうもありがとうって言って、関根さんありがとうって言って、俺の肩を持って、あの、ドア出る前に終わったら顔出してそれで見たらバーンって出てきたら、それ衣装だガウンなの、最初最初ガウンなんだ。だからもう随分前から衣装着て震えてたんだね。俺見た時はね、俺見た時はね、
しばらくルー出てこないじゃない。そう。最初、星川文ちゃんと大島佐藤子さんと、あって、そう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 、村上さん出てきたりなんかして、で、おーっと見てて、ルーはどういう風に出てくるんだろうなと思ったら、バーンってガウンで出てきて、ガウンちゃんかと思ったの。そしたらね、階段がちょっとあるんですよ。今のセットでね。つまずいて俺の時はね、俺が来てるって言うんで張り切ったらしいの。わーって勢いから開けたら細川すみれちゃんのあのミュールがすっ飛んじゃったドアに当たって張り切れすぎ張り切れすぎちゃった。すみれちゃんが初めてですねぶつけちゃったのとか。で面白かったよね。面白かった。で僕行った時はねもっと違ってたのよ。僕が行ったらルーちゃん顔だけ出して頭顔出して頭来るけど顔出してね、どうも見せてもらいますって言ったら村上さんもいて、松田洋次君もいて、3人でこう、あそこのがさ、村上さんが、あのセリフはちょっと遅いと思うんだよね、とか、ダメ、なんていうの、もう一回確認したわけ。で、松田君が、あ、そうですか、あそこそうですね、とか言って。で、でも、あ、その方がいいんじゃないかな、とか言って、あ、いけない、打ち合わせしてたな、と思うから、どうも見せてもらいます、って言った村上さんが、指だけでこう、挨拶してくれて、振り向いて、指をこう、逆、夏決まりで、どうも、とか言って。それで終わってから行ったらルーが歯が入ってほら、ま、松田っちさビール出してあげてよ松田っちって言って、いやすいませんもう疲れたんですか、いいですかいいですか、いやごめんなさい飲んでくれよ。それで久しぶりに飲みに行こうって言ったの、あ言ってた、俺も疲れてんのにさ小沢が飲みに行こうって言うからさ、俺は嫌だって言ったんだよ。違うんだよ。それは聞いてよ、俺に。俺はまずね。で、だから俺が小一間って言ったんだよ。で、本当に小一間、小一時間だけ、きっちり。あいつは、あいつはしつこいからさ、あんた小一間で。違うんだよ。ルー。違うじゃないんだ。僕は、その事前に、行けるかどうか聞いてくれって大学に言ったの。久しぶりだから終わって。そしたら、大丈夫みたいですよって返事をしてたから、それで学会で話してて、武田先生なんかもいたのよ。話してて、武田先生が先に打ち合わせあるから帰って。そしたら、ルーが、小沢会さ、なんか食事誘ってくれてるみたいなんだけどさ、荒玉道夫ってことにしてくれるかな、って言うから、普通に、改めてでいいのにさ、荒玉道夫ってことでさ、松田どうすんだ、松田君は、つったら、いや、今日僕ちょっと友の会の人がいらしてるんで、ああ、そう、あ、じゃあ俺分かったっつったんだよ、だから、あ、本当分かったよって、明日も平井さんとこれさ、いい加減できる芝居じゃないんだよ、俺にとってもって。ああ、もうそれはプロだなと思って、あ、分かったよ、じゃあ次にしようって俺は言ったんだよ、次にしようって言ったんだよ。それはもう、そしたら、じゃあ行くか、一軒だけ行くかってルーが言ったから、いいのっつったら、いいよっつって。で、全然話が違うよ。それで電発に行って、いつもここ来るんだよ、観光銀で。あ、俺電発来たことないけど、来たことない、初めて来たっつって。それで、別にもっと思うよも言わないで、あ、9時45分になったら帰るから、分かった分かった、つって。分かったよ、つって。飲んで、喋って、意見とか聞かれるから言って、面白かったよって話をして、その時間で帰ったんだよ。僕は別に、無理に行こうよ、つったら。僕は改め以上で分かったって言ったの。でも言ってたよ。小沢が飲もうって言うからさ、俺嫌だって言ったんだよ。役者飲みするのはもう来ないとさ。じゃあ、小一時間だけって、本当に小一時間だよ。本当にそれはもうやめてさ、帰ったんだけど。でも面白かったね、本当に。面白かった。ルーちゃんが出てくると、やっぱり、ルーいいわ。受けるんですよ。ルー面白い。うん。高田先生にも聞いたんだけど、そんなこと言いながら、松田君とかと細川文ちゃんとか飲みに行ってるらしいのよ。やっぱちょっと疲れてきたんだと思って。飲みに行ったんだって。それで、高田先生の話だと、松田君からかかってきて、高田先生、僕だけそっち行っていいですかねって言ったんだって。別に嫌だったわけじゃないんだけど、いいよって言ったら、3人で来ちゃったんだよ、細川文江も、ルーも来ちゃったんだよ。あ、そうですか、私も下北で飲んでて。したら、小野武彦さんって役者さんが、ルーをすごく褒めてたんだって。ルーさん、もう本当にあなた役者なんだから、もっと芝居やってくださいよ。見たいんだ僕は、ルーさんの芝居って言ってんのに、じゃあ俺が芝居ちゃいけないっていうのがあって、わけわかんない会話になって。そういうところあるよね。それもね、ルーに確認したのよ。と、なんかさ、わかんないんだけどさ、俺は褒めてたらしいんだけど、これは。褒めてもらってんのに、俺が芝居しちゃいけないのかって、会話になってないだろ、それ。まあ、そういうとこあるから、あの人。で、僕は役者飲みはしてませんよ、一緒にやった時は、役者飲みしますよ。やっぱり、あそこさ、腰をよとか、で、見に行ったお客はさ、お客だよ、あそこ面白かったねとか、あれはアドリブなの本にあるのとか、そういうこと、それでも素朴な。で、一つだけ俺が、
ルーがギャーって笑ったんだけど、あーって下がってて椅子にぶつかるとか、あ確実に目で探してたよ。俺が、あの時ルーちゃん目で探ったのさ、そういうとこばっか見てんじゃないよ。でも、もうすぐ、もう終わっちゃったのかな ?30 日まで。30日まで。あ、30日までだ、うん。もし皆さん時間あったらですね、面白いですよ、ルーちゃん。面白い。うん。あの、舞台役者というのは伊達じゃありません。うん。非常に面白かったんで、Run for Your Wife と、ね。うん。はぁ、なかなかよかった。ロンドンコメディでそうですね。そしてマルシアちゃんもいいです。マルシアさんの場合はまだ大阪と名古屋やるからね、もしあれだったら見に行っても楽しいと思いますというわけでルーは嘘ばっか言ってるだけ。こちらは正真正銘嘘はありません。小田金上局いきます。イベントと本の感想たくさんいただいてるんです、はい、たくさん今日読みます、はい、読ませてもらいます。まずはイベントの感想からです。ありがとうございます皆さん。こちらはイメールです。ラジオネームのりのりさん、新座市の方。11月18日の20周年記念イベントに参加させていただきました。その感想です。当日は3時に渋谷の紀ノ国屋書店でリスナーの知人と待ち合わせをしたんですが、うん、その時点で4548は売り切れておりました。うん、まさにこの日の渋谷は小崎に一足と思って公園通りを歩いていきました。放送のオープニングにおいてもムックが話されていましたが、途中に女の子の大行列があり、これは小作の列ではないと確信しつつ、渋谷公会堂の前に着くとやや地味な色の集団が綺麗に整列している様子が見れました。こちらは結構男の中にちらちらと女性の姿がありました。それにしても前回の九段会館や昔の武道館に比べると女性の比率は上がったような気がします。いや、1回目の本当に小サラビの集いはすごかった。全部男だったもんね。そう、うん、本当ですよね、うん、イベントはきっと長いと思い先にトイレに行っておいて正解でした。そうだよ。15時50分頃からジャンボリージャンボリージャンボリーが流れ出し、会場は大盛り上がり、うん、そしてついにイベントの始まり、川村ひかるさん、チリちゃんの可愛いこと、水木さんのおたけび、冠さんの端から端へと動き回る激しいステージング、佐々木勲さんの軽やかなステップなどを堪能しました。兄たちは本当にかっこよかったです。かっこいいよ。モノマネは皆さんお上手でした。私にとっての一番は玉川良一さんでした。あ、佐々木勲さんの俺わかんないんだよねの一言が最高でした。あれは面白かった。ラッキーさんと2000人でにじにじダンスを本当におバカでいい汗かきました。お祝いメッセージは、キャインの部分は黒いバッグに黒いセーター姿の天野くんの首が浮いて見えるという別の意味で大笑いし、ネタが聞き取れなかったんですが放送をしっかり聞いて天野くん助かったねとしめじも思いました。そうなの。また柳沢慎吾さんの長いメッセージがブチブチ切られている編集に泣いてしまいました。あれ慎吾くんに電話したらさ、慎吾くんどうだった、盛り上がった、俺ので盛り上がった、本当よかった、俺さ3回撮り直したのよ、3回2回目だった流れたの、戻ってきたパワーパワーって戻ってきた2回目だそれ、あれさ俺疲れちゃってさ、あの後さ運なの本当なんだけどさ本番で元気がないって言われちゃった。ありがたいね。ねえ、どうしたのって言われちゃってさ。どうしたの？そこまで。クイズミリオネアのパロディは、司会役のムックンが最初はミノさんのモノマネをしていたのに、車中口水ですとか、藤田貴子さんのピンポンにやられ、普通に戻っていってしまう過程がひどすぎました。本当にラビはずるすぎます。放送できないとなると、ここぞと危ない発言を動きをしてましたね。私も言いたい。あんたひどすぎるよ。イベント終了時間というか、鶴間さんが本当にこれで終わりですと言ったのが午後7時19分、3時間19分という長丁場でした。11月22日で放送で活かした部分およそ94分40秒。これって全体の 48% しか放送に使ってないわけですね。確かに放送できない部分もありますが、和田先生の北の男父コーナーとルーブシが放送で聞かなかったのは残念です。皆さん、そんなことないんですよ。北の男父は今日おかけします。ミリオネアもこの後に。ミリオネアもやります。ルーが。ルーブシ、来週の予告でやり、来週やりますよ。ルーが言ってた。歌俺嫌なんだよ、やのにさ撮らされてさ、で絶対ないと思ったらさ、やっぱりオンエアないじゃないかよ、だってチェックしてPS 私は2階の席の後方部にいましたが、数列前に浅井社長がおりました。イベントの終了の幕が下りないうちに立ち上がり、足早でその場を去りました。きっと東京ドームを借りに行ったんだと確信しています。打ち上げ会場に来てくれ。そう。さあこちらも E メール、はい、ゴースト太平洋くん、
こんにちは。まずはじめにスタッフの皆さんお疲れ様でした。あれだけのイベントをやれたことを敬意を表しますと。イベントは正直疲れました。笑いすぎて。イベントが終わって会場出ると頭痛が、笑いすぎて軽い酸欠になったようです。あ、じゃあちょうどよかったんだね、あのくらいの長さでね。でもすごく面白かった。ラジオの前では控えめにバカで意味ねとか言ってますが、会場では周りの雰囲気もあり、大声で手を叩き上半身を揺すりながらバカで意味ねと言えました。そのおかげで日頃の悩みも吹っ飛び完全燃焼といった感じで、すっきりとした気分で帰宅しました。あ、じゃあやっぱりいいことしたんだ。放送でカットされた部分はイベント参加者の間ではにやりとほくそ笑むことができたんじゃないでしょうか。少なくとも私はここであれがあったよなとかニヤニヤしながら思っていました。でも2時間番組なのに2時間45分を予定してるのも謎です。3時間15分にわたる間ハイテンションのムックンラビはすごい。私より2時も年上なのに。そして番組スタート時ムックン25、私が今25、でも仕事もせずにブラブラしています。ああしっかりせなと思ったり、僕はリスナー歴12年ぐらいなんで、なんかその12年いろいろ思い出したり、気持ちがいっぱいになってしまってうまくまとめませんでしたが、とにかく楽しかったとです。ありがとう。いいですね。やっぱたまにやらないとね。はい、みんなも完全燃焼してくれたんですね。もうやりましょうガンガン。50歳の天野よしこさん、親子で参加してくださったと。親子で小崎20周年イベント参加させてもらいました。素晴らしいね。親子50歳の主婦と24歳の社会人だ男です。うん、リスナー歴1年、リスナー歴1年、24歳の会社員息子の勧めで録音して昼をお聞きしています。関根さんが放送のことを忘れて自宅でお話してるようにお話をしたり、小坂井さんが途中で鼻をかんだりすいません、あれダメなんですよ。ダメだと思う。飾らない普通のトークが飾らない。そう、よく撮ってくれてます。まあ、乗りしろばっかりだからね。親しみを感じますと。18日のお祝いイベントは歌もあり、モノマネもあり、お祝いメッセージあり、他盛りだくさんでとても楽しかったですよ。特に和田先生の歌声は心に響きました。ああそうです。TBS の方々企画をありがとうございました。出演してくださった皆様ご苦労様でした。息子と続けてお聞きしていきます。次回は武道館に行きたいですね。ありがとうございます、ね。いいですね。まあ、昼間聞いていただくとどんな風になるんでしょうか。鼻噛んだ時は本当に申し訳ないですよね。自然に噛んじゃったんすでに。あれは劉翔の間だよ、ね。あ、すいませんでした。あれは、炎翔の間だよ。申し訳ないね。炎翔さんがそうだった。途中で、うわって、っていうのも、動きの間になってた。お茶を飲む。間にはなってません。群馬県の、ゆめへいくん。おゆめへいゆめへいちゃん。はぁ。結婚したんだっけ。伊賀遥さんの膝枕で耳掃除してほしい皆さん、こんばんは。こんばんは。いいな。11月18日に行われた小崎20周年イベントに当選したので、私と兄の2人で行きました。おお。かなりの量のアドレナリンが出ていたので、会場の2時間前に着いたんですが、すでに列ができていて圧倒されてしまいました。待ってる間頑張れよと声をかけられ、照れながら会場を入りするラッキーさんに兄が本当に頑張れとつぶやいたり、チョコバナナを食べつつ心を躍らせていました。会場に入ってからも増井山さんの歌が流れていて、会場がちょっと小崎のあの雰囲気にケレルチックというか、ハローチックというか。私がイベントで一番好きだったのが若松監督のモノマネと天野くんのイリュージョンです。3人の兄貴たちの共演も素晴らしく、佐々木さんの歌声、カムリさんの顔で歌う演歌、水木さんのパワー、豪華でお腹いっぱいです。でも特に嬉しかったゲストは西田貴子さん。観光機で見た時から大好きで、また生で見られるなんて嬉しかったです。有川さんも相変わらずグズグズしてたし、ずっと笑いっぱなしの時間を過ごすことができました。あ、くすぐられていたじゃん。ごめんごめん。新しいな。グズグズしていたっていいな。新しい表現になっちゃったな。これグズグズくん。これからもラジオずっと続けてほしいです、うん、そして30周年記念東京ドームイベントも行きたいです。30周年ってことはまだ俺55だからね。全然若いよ。ねえ。あれあと10年でしょ。そう。ラビーがもうすぐ還暦だよね。58だ。そんなに。まだまだ元気よ。一段と寒くなりますが、風邪などひかないようパキスタンとかそれんじゃない。それでは漏れ。そうだよね、うん。はい、ありがとうございます。たけしさんもっと若いか。タモリさんが56だよ。薄井吉田さん。あ、薄井先生。当選してくださってね。はい。直筆ですよ、先生。お揺れるベンツの会の皆様お元気ですか。どうもどうも。今回は20周年記念イベント招待してくださいました。ありがとうございました。嘘ですよ。当選したんですよね。ご招待。ご招待で、あ、そうですか。お祝いも出してくれてね。当日私は全裸にトイレットペーパーの芯をかぶせ渋谷駅に降りたところ
ダメな人最初は嘘だあまりの人の多さに芯が取れてしまい仕方なく普通の格好で会場入りしました。そうじゃないから場内はリスナーの熱気がものすごくまるでカーニバル中のリオみたいでした。行ったことないんですけどイベントの内容は初めから終わりまで笑いっぱなし。僕は関根さんの久保園の千恵子ネタが好きでしたやっぱりね年齢的に分かるしそうそうぴったり分かるし、ゲストも豪華で無料で見るのが申し訳ないくらいです。それにしてもリスナーの方々の向上の良さには感心そそられました。出入りの時押し合ったり尻をつかみ合ったりすることなくスムーズでした。これはきっと良質の番組なので良質のリスナーが育つんだと実感しました。 ありがとうございます。どうかこれからも小堺さん関根さんスタッフの皆さん体を壊さずできるだけ長く我々おバカリスナーのために番組をお続けくださいませ。今回は本当におめでとうございました。そしてありがとうございました。薄い薄でしんちゃんの絵が直筆だよこれ。すごいよね。直筆しんちゃんだよ。直筆しんちゃん。久保園千恵子さんを見たしんちゃんの声。おー。決めたい。品川区のルローナ旅人 ELF 君です。決めたい。今日は20周年イベントに行ってきた印象に残った芸能人お祝いコメントについて書きたいと思います。伊賀遥さんのコメントについて、ムックンラビはコメントなんか聞いておらず違うところを見ていたと言ってエロ親父化していましたそれも河村ひかるちゃん、坂千里子ちゃんがいるのに言ってたのでおかそれすいません本当ですね。いやでもあそこはねひかるちゃんにもねバレちゃってると思うの俺千里ちゃんにも。だからあえて隠さないで。でもその方がドキッとすると思うんだよ。そう正直に言う。ああ正直に言う男を演じたもんさ。俺が最前列だ。親父。あの親父さんはあれを喜んだのかな。あの映画。宇津井健さんのコメント。うん、これどよめいたもんね。みんなすごかったよ。宇津井さんが映ると会場からおーというどよめき。コメント中の老舗の味がというところにはムックンが俺たちベテランだったんだと言っていました。もしやまだ若手のつもりでいたんですか。ルー大柴さんのコメント、これはコメントじゃなくお祝いソングでした。あまりにもくどいので内容は覚えていません。あまりにも長い3分近くあったのでムックンが巻きを入れていました。グレイの皆さん、もうグレイが出てくるなんて予想もしてませんでした。後ろのメンバーの無表情さが素晴らしい。テレ屋さんなのよ。テレ屋さんの。かっこいいんだよ、グレー。かっこいいよね。キャイン、うん。爆笑でコメントを聞いてるとこじゃありませんでした。天野くんの黒のタートルが背景の黒と同化し、まるで生首状態だった。そうなんだな。浮いてる首だったんだよ。動くたびに笑いが起き、それで、前行ったら後ろ行ったりする。そう。あれね、キャインはね、一言我々、私ね、ちょっとエクスキューズ。番組が2本ぐらいあってすっごい疲れてたらしいんですよ。だから慎吾君と逆のパターンだったんですよ。なるほどね。だからちょっと元気なかったんですけど、まあでもタートルネックで許してあげてください高田純次さん、日本一心のないコメントが言える男が登場。やはり心がこもってないどうでもいいコメントで楽しかった高田さんあれ風邪ひく前だね。あ、具合悪かったの。具合悪かったね。ちょっと具合悪かったんだ。ちょっと目がポーッとしたもん。そうそうそう。さんまさん、うん、この人と言ったら写真ネタやめえでしょう、うん、まだ写真ネタはリスナーを置き去りにして自分たちだけ楽しんでると苦言を言っていました、うん、それではこれからも長く続くことになってます。漏れ本当にね皆さんのコメントありがたかったですね。本当にね、はい、ありがとうございます。イベントこんだけ反響ありましたね。本当ね、あの僕も終わって打ち上げもうちょっと痛かったんですけどね、でもあれがまたいいんだね。そうね、うん、おすぎとピーコさんにもお礼言っておきました。あ、そうですか。うん、したらピーコさんがひどいでしょおすぎおすぎさんにもどうもありがとうございましたって言ったらイエーイとかそういうことでございます。今の感想はパート2の方で、今の感想はパート2でやります。先ほどもイメールにもありましたけども、イベントはコントコーナーも目に入ってたんですが、このコーナー自体はイベントでもカットになったんですね。そうなんです。これ以上やれないということでそこで後ほどお送りする小崎コント劇場はイベントでカットになった幻の注射のコント改めてお送りいたします。よろしくお願いします。小崎でワオマッチはいりませんか。誰かマッチを買ってください。全部いただこうか。いいんですか。お客さんありがとうございます。せめてお名前を。村上弘明です。ご本は忘れません村上さん。でもなぜ私に親切なんですか。バイバイ巨乳ちゃん。おお、いてててててて。長いこと運転して腰が痛い時もパソコンやりすぎて肩が痛い時もバンテリンコア。
これ塗りますと薬が中へ入っていって、筋肉はもちろん関節の痛みまでも直に取ってくれます。これは効きます。バンテリン効和です。ポイントアップキャンペーン実施中。今ならポイントカードで 10%、 13%、 15% お得。ビッグカメラ。 TBS ラジオ主催オルケスタエルアランケ日本公演、タンゴ新たなる出発。2月12日神奈川県民ホール、15日八王子市民会館、16日文化村オーチャードホール、19日川口リリアメインホール、20日文京セビックホール、21日中野サンプラザ、3月8日市川市文化会館で開催。チケットなどお問い合わせは 03-3226-9999 民音チケットセンターまで。小崎でわあなたまたゴルフクラブを買いましたね。どーあなたはまた色違いの服を買いましたね。どーん僕たちまた井川遥ちゃんの妄想しちゃいました。どーんそう僕たちは欲望のままに生きるオス猫さ。イベントはみ出しちゃったスペシャルパート1、18日に行われた小崎のイベントは3時間20分という我々の夏の舞台並みの長丁場でございました。そうですね。そこで先週の放送で紹介しきれなかったコーナーちゃんとお届けしたいと思います。うん、来週はルーブ氏も聞けます。今週はルーブかけませんけど、今週もはみ出しちゃいましたルーブ。まずはスペシャルクイズコーナーの模様を聞いていただきましょう。どうぞ。クイズ小崎ミリオネア。ファイナルアンサー。なげ正解。さあ皆さん、このコーナー何やか分かりません。先ほど言いましたようにクイズでございます。クイズです。クイズやるんですよ。私はね、今からクイズやるんですよ。ミリオネアタイムショック、いろんなものをやりたいと思います。このコーナーアシスタントがいます。はい、出てらっしゃい。お嬢ちゃんお願いします。お嬢ちゃん、あら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 TBS アナウンサーの海保千里でございます。よろしくお願いいたします。アシスタントが必要なアシスタント、はい、日本一でございます。またまた、はい、フォローが必要です。お願いいたします。君ってあれだね、人前だと強いんだね。早速参りましょう。はいはい、クイズ小崎ミリオネア、出場者の皆さんご紹介しましょう。どうぞ皆さん。どうぞ。さあ、それでは順番に自己紹介をお願いいたします。はい、車の中と書いて車中口水です。西ドイツから来ました。皆さんメルセデスにお勤めですね。そうです。はい、ありがとうございました。車中口水さん、横の方は、はい、元キックボクサーのロッキー藤丸です。あの、実家はガラス屋やってます。ありがとうございます。ロッキー藤丸っていた。さあ次の方どうぞ。あ、一人飛ばして次の方どうぞ。どうぞ。ペッコリ45号、品川から参りました飯尾和樹でございます。リコペツン座ります。いいじゃんの。神さんいるの？僕いないの。さあ最後の方、はい、唯一の女性でございます。はい、西田孝
子です、よろしくお願いします。はい、以上の4名様に戦っていただきますが、かよさん、はい、どの方もちょっと緊張なさってるみたいでございますね。そう、はい、西田さん緊張されてます？はい、とてもいい笑顔ですね。素晴らしい笑顔なんです、癒し効果があります。はい、そして、車中口水さんですけども、はい、最近車中口水を見かけたりご自分がなさったことはありますでしょうか？土曜日の午後7時に渋谷で、それご自分がですか？そうです。でキッコに質問されました。キッコというのは誰なんでしょうか？妻なんですけどもね。だからもそもそも夫婦でしつこい顔してるんですけども。静かにしてください。はい。結構厳しいんですね。はい、第1問は車中口水さんへの問題になります。2000年正月の放送は千葉真一さんがゲストでした。この時ムックンラビー千葉さんは2000年の抱負を発表しています。千葉さんは夢を現実に、ムックンは頭と体文武両道ということを2000年正月に抱負として発表しております。2000年ですか？はい。さあ、この時のラビーの2000年の抱負は何だったでしょうが問題です。膝が逆に曲がりゃ警察いらない。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。膝が逆に曲がりゃ警察いらない。はい、残念でした。あれ、かかとが頭にかかとも膝も出てきません。脅威119ということです。119消防と警察。近かった。惜しい。いつまで覚えてましたこれを。いつなら答えられたんですか？それを聞きたいんだよ私は。多分次の日危なかったですね。ねえ。なんとままそのまま星ぶどうにしますから。脅威119でございます。そうですか。忘れてるもんですよね。そうですね、まあ、僕の場合垂れ流しですからね多分。言葉を垂れ流し。加藤さん、こういう男性どう思いますか？素敵だと思います。はい。模範解答だけ覚えてんじゃないよ。失礼いたしました。はい、頑張っていただきましょう。はい、残念でございましたね。さあ、続きましてはラッキーさん。はい、ラッキーさんへの問題です。ラッキーさんじゃなかったですね。すいません、キックボクサーのロッキー藤丸です。ロッキー藤丸さん、失礼いたしました。これからある文章を紹介します。はい。バイト頑張れ、でも無理はするな、犬によろしく、バイトもない日は体をよく洗ってお休みよ。さて、この文章を書いた人は誰でしょう？バイト頑張れ、でも無理はするな、犬によろしく、バイトのない日は体をよく洗ってお休みよ。バイト頑張れ、バイト頑張れ、犬によろしく、バイト、バイトということはね、若い人ですよね、に向けて書いたんですね。あ、ええ、あ、この文章を書いた人は誰でしょう？元カンコンキンのメンバーの大久保運ぶ。知らない。あ、今度のゴジラにも発射って出てますけどね、自衛隊で。大久保運さん、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。
残念でした。ゴーシュです。惜しい。あ、ゴーシュが冠婚金の富田さんに打ったメールです。そうだ。他にも君にとって迷惑なメールだったらごめんゴーシュというのを打っています。優しい文章の陰に赤裸々な性欲が隠れ見える獣ですね。はっきり狙ってたって言ってたもん。ちなみに、ロッキーロッキーさん、藤丸、はい、藤丸さんにとってゴーシュとはどういう男でしょうか。元フックメンという漫才コンビを作ってですね、川岸さんに非常に力を入れていただいたのに、惜しいとこなく解散してしまったということで憎たらしいやつです。そうですね、本当によく僕も存じ上げておりますけど、本当にチャンスを与えても与えてもそれを無駄にしていく、踏み台であるはずのものを踏み潰していくタイプの方ではございますね。あの時あるでしょう、あいつを信じた自分が本当に憎らしかったでしょう。そうですね、あの今の家内と二人で泣いていました。すいません、なんか辛いことを思い出させてさあ、ありがとうございました。ありがとうございます。続いては飯尾さんへの問題でございます。はい、まずはこれを聞いてください。はい、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、もってきれはーはー、よくよーない、はーはー、ピリカンピリカンピリカンの君なぜパワフル魂ガッツだぜ、水も甘いもど根性おおおおは汗かいてベソかいてゴー。聴いていただきました3曲。これは歌った順番といいますか時代的に混ぜてあります。はい、はい、そうですね、歌い古い順番に歌ってきた順番にワンフレーズずつ歌っていただきますね。思い出してください。はい、大丈夫ですか。乗ってくれはーはー続けてどうぞ。はーはー、ガッツだぜパワフル魂ガッツだぜ。はい、次は、ちょ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 いい感じこのようだけですね。止まらない母ガッツだぜ恋愛エボリューションという順番で歌ったということですね。止まらない母が一番古く最初に歌って、ガッタで歌って電話レボリューションが一番新しく歌ったということですね。そうです、あの母が先です。はい、そう思ってらっしゃるんですね。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。メロディーも順番も違ってます。一番最初はガッツだぜです。ああ。で面白いって言うんで恋愛レボリューションを歌ってもらいました。ああ。そしてこんなに乗らない曲も珍しい、これだけ乗れる曲をどう歌うだろうと思って止まらない母を歌ってもらったんです。あ、人生大丈夫ですか。不安を感じております。不安を感じてる一言。お先うっすらグレ色です。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ歌った順番ってのはなかなかその自分のこう熱の入れ方とか ね、そうですね、それで分かんなくなることもあると思います。まあね、はい、はい、これだけ力を出してくれたということでしょう。ありがとうございました。とんでもございません。さあ続いてお待たせしました、はい、東一点の西田さんです。よろしくどうぞ。あ、よろしくどうぞ。緊張してますか。はいはい、本当に可愛らしいでしょ、本当に。なんかね、お家に夜中に帰っても正座して待ってる感じがします。ああ、待ったりね。はい、しますよ。本当に。はい。眠くても。はい、します。割と正座好きなんで。あ、僕の言ってるの。気づけば正座してたりとか。気づくと正座してる。はい、ありますね。リラックスするんですよ。西田さん。はい。飯尾くんはズンというコンビを組んでおります。あ、はい、そうですね。そのズンで飯尾くんとコンビを組んでいるのは、ああ、
ヤスさん。はい、ヤスさんですね。ではズンの前に組んでいた、ラ・オカキアイ、あ、はい、で飯尾君とコンビを組んでいた村山さん。あ、はい、いらっしゃいますね。その村山さん思い出していただきましたね。はい、この村山さんを何かに例えると、何でしょう。なんだろう、肉のような、剛毛のような。例えていただけますか、何かそのイメージを全部こう。まず全体的に大きい肉なんですよ、はい、大きい肉、大きい肉に肉に剛毛が生えてたりしまして、うん、でグニョグニョ動く、グニョグニョ動いたり。それスターシップトゥルーパーズじゃないですか。なんか女の子みたいな声とかを時々出す、はい、はい、そういう描写じゃなくてですね。ちょっと問題が変わってしまいます。それを全て包括して例えていただけますかね。何例える。何でもいいんですか。何でもいいですよ。何だろう、物体ですか。物体でいいの。物体。じゃあ生き物にしますか。この世の中にある生き物でってことですか。想像上でも結構だし、実在するものでも結構です。なんこれは生き物じゃなくてもいいよね。いいよ、何でもいいんだよ。世の中のものだったら。世の中のもの。世の中のもの？ええ。ね、35歳ぐらいの、具体的になりました。中肉中背の男性。ファイナルアンサー。35歳ぐらいの中肉中背の男性。男性正解。素晴らしいです。はい、あれだけいろんな悩んで面白い描写をして犯人を見た人の表現になってしまいました。35歳ぐらいの。どうですかこの西田さんの発想。天才ですね。口筋さんそう思います。そうですね。あ、なんかおかしいですね。さあ、続いては早押しクイズいきます。はい、分かったら手元の早押しボタンを押していただいて自分でピンポンと言ってください。はい、分かりました。はい、ボタンないですからね。はい、そうだぞ。ということで参りましょう。問題です。ペリーの特徴を2つ言ってください。ペリー、早押し。ペリー、ペリーの特徴2つです。はい、ペリー。西田行け。パーン。ピンポンでお願いします。ピンポン。はい、はい、はい、西田さん。ペリーでしょ。はい、黒船、ヒゲ、ヒゲ、西田さん。何ですか。2つ言ってくださいって言ったの。ごめんなさい、3つ答えちゃった。もう3つ言ってますね。すいません。あら、はい、他に、他の方。いよいよ行く。スピピボン。そう、よくずらして言えるね、それ。スピ。はい、飯尾くん。船乗り。船乗り。確かに。船乗りではないよ。船には乗ってきたけど彼は船乗りじゃありません。そうなんだ。提督だから。そうです。偉いんですか。さあ、どうですか。ピボン。はい、社長さん。色白持ち肌。正解。色白で持ち肌だったと、裏側のに主張にも書いてあります。そうです。ハリーさんがサメ肌だったんです。そういうことですね。西田さんはご自分の肌はどうでしょう。うん、持ち肌ですよ。何ですか。いや、こっちが聞きたいんです。はい、さあ、次の問題です。
宇津井健さんが窓辺に立つ時の名前はズバリ何でしょうか。早押し。皆さん早押しです。いや、ピンポンで。あ、そうか、はい、ピンポン。はい、西田さん。ジュテーム宇津井。ジュテーム宇津井。あ、面白いんだけどな。はい、違いました。さあ、次の方、他の方。はい、なんだろう。はい、飯尾さん。ミスターコニャック。ああ。違います。さあ、ピンポン。はい、ラッキーさん。あ、ロッキーさん。ロッキー。宇津井健さんが窓辺に立つ時の名前です。バレリーナ。惜しいな、惜しいな。さあ、これお手つきでも誰でもいいですよ。はい、そう、これね。車中さんは答えてもいいんですけど、今、遠慮してるのか忘れてるのかどっちなんでしょうか、どちらなんでしょう。これは分かりません。はい、車中さん。窓辺に立つぞ。正解。これは生放送の時にですね、関根さんが腹が痛い腹が痛いって放送と最初から言ってまして、僕すっかり騙されて、ごめんちょっとトイレ行ってくれ、つないでてくれって、はい、CM 終わっても帰ってこないから、そういうわけでして話してたら、いきなりその窓辺に立つぞの紛争で、窓辺に立つぞだ。少女に何が起こったかの、キョンキョンのドラマ、キョンキョンのドラマの時の、いつも窓辺に立ってね、宇津井さんがあのキョンキョンをね励ましてたんですよ。どう言って、大丈夫か。あれ宇津井さんのあのピーコートは自前だったそうですね。自前だそうですね。昔の方おしゃれでございます。はい、さあもう一問いきましょうかね。はい、問題です。1987年7月の8日放送のラビーの替え歌、ベースは犬のおまわりさんです。さてベースは犬のおまわりさんでしたですよ。この犬のタイトルは何だったでしょう。さあ早押しです、どうぞ。ピコン、リオさん。犬は国家公務員。惜しいですね。そういうことですけどね、まあラビーの替え歌ですから、そう一筋縄じゃいきませんよ。ピコン。はい、ロッキーさん。ベースは犬のおまわり、ブラザートムのおまわりさん。ブラザートムのおまわりさん、それも面白いですけどね、残念でございます。残念。ピコン。はい、西田さん。土佐犬が来たよ。土佐犬が来たよ。なんだ怖いな。怖いですね。違うんですね。さあどなたか。犬のおまわりさんを替え歌したんですか。はい。すいません。あの歌った方にとても酷似してるんですけども。私に似ている。はい。私に似ている。犬のおまわりさん。あ、犬のおまわりさんっていうのをよく考えてください。あ。誰かわかりますか。わかりますか。あ、ピンポン。はい、口水さん。犬プレイが好きな年下亭主。残念でしたね。これは多分いいボケはたくさん出ても正解出ないと思います。難しいですね。1987年今から14年前でございます。7月8日放送のラビーの替え歌、犬のおまわりさん、はい、あなたがつけたタイトルはおまの犬割りさんです。何なんだろうそれ。私だって覚えてませんよ。これは問題がちょっと難しすぎましたですね。そうですね。この音が聞こえたら最終問題でございます。ラスト問題です。さあ今正解僕ちゃんと数えてなかったんですけど、誰が正解なんですか。あの口水さんが2問、私が2問、口水さんがフェリーさんと2問やってらっしゃるんですね。はい、全部で今3問やりまして2問正解となっています。それでは最後の早押し問題でもあります。最後の問題。1997年7月30日ゲストは冠婚金の3人娘でした。あ、私だ。はい、好きな人のタイプはの質問に中村英子さんは情熱的な人と答えていました。ああそうなんだ。さあそれではその時好きなタイプの男性はということですね。これ好きなタイプはというのは、はい、西田隆さんはどんな人と答えたでしょうかというのが問題です。はい、早押し。あれ、
ピンポン。はい、ロッキーさん。ね、カエルが好きなんですよ。はい、大好きです。だから、カエルっぽい人。あー、惜しい。違います。惜しい。ピンポン。はい、クチジさん。イタリアの公務員。早いですね。多分それも好きだと思いますけどね、情熱的ですよね、はい、ピンポン。ニオさん、砂嵐みたいな人。そっちの方が近いんですよ、今までよりは。あ、そうですか。近いんですよ。ちょっとずつ近づいてきてます。さあ、リサさんご自身で覚えてらっしゃるのでしょうか。覚えてますよ。覚えてますか。覚えてます。はい。それではもうサービス問題です。ピンポンどうぞ。何だろう。まずピンポン言ってください。何だろう。何だろう。覚えてます。覚えてるんじゃないですか。ピンポン。はい、リサさん。何だろう。覚えてね。覚えてない。あ、はい、もしかしたら当たっちゃうかも。カレー団みたいで、虚弱体質で、色白で、指が長くて、目が綺麗で。そんなに言ってません。でも正解。おめでとうございます。カレー団みたいな人、ひ弱でちょっと暗い人が好きと言ってます。大好き。あ、はい、ということで西田さん、勝ちは口水さんになってしまいましたけどもね、残念でございましたね。トータル2問正解で、はい、優勝は車中口水さんです。おめでとうございます。キックも喜びます。車中口水さん、おめでとうございます。優勝者の車中口水さん。噛んでしまいました、失礼しました。にはですね、賞金、ごめんなさい、賞金80円と埴輪5万体を差し上げます。あ、いいな。おめでとうございました、社長さん。おめでとうございます。以上、クイズ小崎ミリオネアでございました。かいほちゃん、しんさんとありがとう。ありがとうございました。本当にね、車中口水ってね、よくああいうのは考えたの。あれ、いや、これ本名でも何でもいいですって言われたんで、打ち合わせで、じゃあなんか中にしようかなと思ってぼやっと考えてたの。ハマったでしょ。え、車中口水は、うん、そう。どういう風に表現しようかなと思って。でもこのゆれゆれドイツ車にしようかと思って。でもドイツっていうのがちょっと名前っぽくないなと思って。しかし、まあ西田貴子ちゃんには参りました、ね、西田は面白い。西田ノーマル、やっぱり天然だわ。すごいね。すごいわ。俺喋れなくなっちゃったもんね。うん、あれで反省してたんだよ。メール入ってた。すいません。勉強になりました。まだまだ至らないところがあったんですけども、勉強になりました。えらいね。かわいいね。高子ちゃんね。高子ちゃんかわいい。ね。はい。とかわいい。来週はですね、クイズ、小崎に知ってる本の方を行います。チャレンジャー募集しています。似てないモノマネぜひ聞いてほしいこと。電話番号書いて応募してください。郵便番号 1077-8066 TBS ラジオ小崎電話でお待ちしております。さあ、この後の小崎コント劇場は、いつものこのスタジオを飛び出してお送りするスペシャルコーナーでーす。よろしくお願いします。小崎でわお。私を癒してくれるのは次のうち誰？ A 井川遥、 B 河村光、 C 菊川玲、 D 優香。優香ちゃん、ファイナルアンサー。やっぱり井川遥ちゃんかな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念、正解は妻と娘の愛。なんだよ、女のどこの家庭にもちゃんとあるよ。うちにはないんだよ。寂しい。1000万よりも俺には妻と娘の愛が欲しい。頼むから俺と喋ってくれ。TBS ラジオ主催オルケスタエルアランケ日本公演、タンゴ新たなる出発。2月12日神奈川県民ホール、15日八王子市民会館、16日文化村オーチャードホール、19日川口リリアメインホール、20日文京セビックホール、21日中野サンプラザ、3月8日市川市文化会館で開催。チケットなどお問い合わせは 03-3226-9999 民音チケットセンターまで。小高です。関根です。はい、18日のイベントで、時間的に入らなくなってしまった幻のコントコーナー、今からやらせていただきたいと思います。広い市さんにやってまいりました。はい、広いです。広い広い、そのくらい広い。広い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 。俺だよ俺だよ、玉川だよ。ああ、俺だよ俺だよ。バーン。ぐらい広いね。何本当ですね、2000人の前でやりたかったんですが、今日関係者の前でやるので多少緊張しております。
逆にね、そうなんだよね、関係だったらあの普段から知ってますから、そうなんだよ、普段されなくやったこととか覚えてて、あのグランドやったじゃんかと、本当関係者ってのは照れちゃうね、照れちゃう、逆に照れちゃうんですよ、特に肉体関係者なんか、やめなさいよ、それこんなこの中にいんのか君は、肉体関係者から、あ、まあチロホラタッチね、うん、まあ芸能界広いと狭いからさ、そうですね、うん、さあそれだけで、さあこれは我々があの昔、給与の策で編み出した、設定コントというやつですね、まあ、つまりですね、他力本願のね、はい、年齢、性格、職業、これあらかじめ決められてしまいます、これはあのリスナーの皆さんがハガキでくれました、はい、それが入っております、それを今からあのアトランダムに引いていきまして、その引いたもの、引いた年齢の性格の職業の人を演じなきゃいけないという制約がつきます、いきます、まず年齢は三井由里と同じ生年月日っていうことは、4歳足して言わなくて事務所が2歳で、いい、本人が2歳性格、はい、癖ですね、はい、三井と同じ生年月日で10秒に1回ポケットに入っている謎の生物に下手な関西弁で話しかけてしまう10秒そして職業は虫タオルコレクターです、虫タオルとりあえずやってもらいましょうかね、はい、虫タオルコレクターで、はい、はい、とりあえずやってもらいましょう、この3つを、うん、三井と同じ生年月日、そして、10秒に1回ポケットに入っている謎の生物に下手な関西弁で話しかけてしまう、虫タオルコレクターの方です、はい、どうぞ、もしもし、こちらの台湾エステのお店でございますか、あの使い終わった虫タオルをちょっとなんでやねん、なんでやねんいただきたいと思うんですけどもね、あの虫タオル、よろしかったら、余ってらっしゃよろしいですよ、やめなさいってこれでしょうか、はい、これ虫タオルですけど、はい、なんでやんねんお前が笑ってどうするねんってそういうふうにやるわけですね、そうです、これをやりましょう、はい、それで、あとテレビが見てたら、あー、五郎さん素敵って入れれば、三井いると同じだから。なるほどね。うまいね。はい、これはあなたです。はい、はい、それでは僕の方に行ってください。じゃあ、坂井君いきますね。はい、僕の目がこう見てないでしょ、ほら、ね。見ないで撮ってるって証拠です。僕が見てるの、上の照明。大変だろうな、切れたら誰が撮っかれるんだろうなと思いながら見て。あ、年齢は普通ですよ。なんですか、味噌汁間近。あ、ちょっと若くやればいい、28区ですね、8区ですかね、76、職業が飛騨の木彫り職人、これやりやすいですね、ちょっと地味ですけどね、若手だね、はいはい、うん、はい、性格が人にへそを見せびらかさないと気が済まないかなりピーキーな性格ですね、そうですね、これかなりこう絞られますね、やることがね、絞る、ああ、このね、うん、イベントや設定コントをこれ書いてくれたのがね、うん、池田正則君なんですけども、ああ性格は一つ×になってるのがありまして、ああ、これは四六時中無知で引っ叩かれたいと思っている、これ難しいんだぞ多分なあ、すいません、こちらも、お笑いループシュート君と渡辺純一君と中尾健二君の使わせていただきました、これは、稲垣君とですね、はい、池田君と亀田君、ああ、そうか、20年、20代から早8年間修行して説明説明おやじ、おやじ、おう、これなんだよこれ、お前、まあ、腹冷えるからやめるって言うんだよお前もう早く修行しないと本物の飛騨の職人になれないぞ、お前頑張るからよ、30になっちゃうからな。おいしい。だから分かっ、お前のへそのは俺が取ってやったんだから。この二人が出会うわけです。それでは今からやりたいと思います。味噌汁間近の飛騨の木彫り職人、へそを見せたがる、10秒に1回謎の生物に話しかける虫タオルコレクターの、三井と同い年。関西。この二人が関西弁どういう風になるかです。お願いします。じゃあ、設定としては、うん、僕はまず木彫りしてます。そこが欲しいね。すいません。はい。こちらで虫タオルとか、使ってます。やめなさいって。はい。虫タオルとか。虫タオルですか、虫タオルね、
いや、うちはね、木彫りのうちなんですけど、ね、なんでやん。ちょっとしゃがんでくれますかね。うん。お前がリアクションするなっちゅうねん。あら、何すか、野口五郎さん似てますね。素敵。本当ですか。なん、うるさいっちゅう。こんなもんすかね。ちょっと難しいですね。そうだね、ちょっと発展がね。そうだよ、まあまあまあ、これ言い訳ですけども、うん、あの金床の半年大将が、ね、うん、あの充電してる時やった時はね、あれ神がかりでしたね。あのね、すごいのあったんですよ。もっとね、あの設定がね、もっと単純だった。そう、あの最近ね、リスナーがね、高級になってきてね、そうそう、難しくなってきて、あのね、もっと本当はね、あの赤ん坊の声で泣くぐらいなんですけど、10秒に1回関西弁とかちょっと詳しく、これはね、ちょっと、じゃあ次から自分で選びましょう。じゃあ、はい、選びましょう。はい、自分で自分を、うん、自分が自分です。伊藤孝弘君、ネベッチ星人君と里見孝弘君の選びました。はい、どうぞ。見た目が二十歳の7歳。自分でね。二十歳の7歳。二十歳なのに7歳。あ、老けてんだ、はい。ちょっと大柄なんだ。歩くときに、クルッピー、クルッピーという。職業。まあ、7歳だからね。職業、戦闘中に突然ブレーカーが落ちてしまう戦闘ロボ。難しい。なんでロボが職業なのか。私はね、石川県七尾市の里見隆治君がくれました。年齢、若作りした岡井久美子さんぐらい。だから40ちょいぐらいかな。微妙だね。夫婦別姓で帯番組やっております。で、相模原市の加藤和樹君が、あまりに性格、あまりに自分に厳しすぎて、何か注意されると思いっきり自分にビンタしてしまう。ああ、ちょっと面白いねこれね。それで職業がですね、うん、これが磯部修君、横浜市三平だって。あの林家三平さんじゃなくて今の三平ね。この3つの職業。じゃあいきますか。これ私は見た目二十歳の7歳で、クルッピークルッピーって歩くときに言います。戦闘中に突然ブレーカーが落ちてしまう戦闘ロボです。参りますか。はい。ねえ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 、お母さん、ねえ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 、豚しゃぶです。豚しゃぶ、キャブ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 、カッペーカッペーです。ねえねえ、お母さん、もうすぐ45だから。ねえねえ、お母さん、なんでマフラー買ってくれないの。だってあんた首ないじゃないの。さてね。自分に厳しいとこ。注意されないとダメなんだ。クルッピー、ね、クルッピークルッピー、今のつまんないね。さてね。クルッピークルッピークルッピー、ね、僕見た目二十歳だけど7歳なんだ。クルピー、クルピー、ね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 、持ってきた、クラブのお金持ってきたの？持ってきたさ、部品、だって、ね、つまんないね。もう一個いきますか。もう一個いきます。これ最後です。これ最後ね。よし。木大輔君、ネベッチ星人君、伊藤由美さんの弾きました。老け顔の104歳。言葉の語尾に必ずまたずれという、タコの吸盤に真珠をはめ込む人が仕事。いや、俺はちょっと海老名市の肥後君、年齢5200歳なんだよね。ちょっとこれ見ながらじゃないと忘れちゃうね。職業がですね、川崎市の伊藤孝弘君、プロの下舐め釣り屋だって。で、千葉県佐倉市の春落ち通君は、人の名前が覚えられず、一言話すたびに聞き直すという性格なんです。わかりました。プチン、グニュ、またずれ。プチン、グニュ、またずれ。タコの吸盤に
真珠をはめ込む仕事は大変だな、またずれ。プチングニュ、またずれ。プチングニュ、またずれ。お名前は。お名前は。オクトパスパールです。ああ。また。プチングニュ、またずれ。プチングニュ、またずれ。あ、そうだ、オクトパスパールです、またずれ。あ、鹿児島への国体は名前なんだっけ。これタコの吸盤なんですけど、あの僕ね、またずれ、これタコの吸盤にまたずれ、真珠をはめ込むのが仕事なんです。名前なんだっけ。オクトパスパールです、またずれ。これあちょうどいかったんで、またずれ、あの吸盤に真珠をはめ込んだ後、またずれ、その下でペロペロ舐めてくれるとまたずれ。あいいね、名前なんて言うんだっけ。プチグニュ、またずれ。それ俺が言う。またずれ。またずれ俺が言う。口ぐにゅ、またずれ。口ぐにゅ、またずれ。名前は？口、あ、お名前は？トラスパールです、またずれ。口ぐにゅ、またずれ。またずれなの？舐めてあげるよ。ご繊細でしょ、あんた。もう終わり。私の子だよ。私の子だよ。はい、皆さんありがとうございました。渋谷でやんなくてよかったですね。どうもありがとうございます。コタキンで、わー、コタキン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 、プニプニ、せーの、プニュー。春日井製菓の CM の時間ですが、せっかくなのでステレオ放送でお楽しみください。ドルセデレチェ、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 ドルセデレチェ。美味しさが右の頬にも左の頬にもお口いっぱいに広がるキャンディー、ドルセデレチェ、春日井製菓です。平日午後1時からの新番組ストリームの松本智子です。 TBS ラジオは待てないニュースを待たせない、ストリームも情報満載です。あのですね、先週あの怖い人に会いまして、コンビニで雑誌立ち読みしてたんですけど、うん、おばさんが来てですね、うん、他に僕が読んでた雑誌あるんですけど、うん、下に積んであるんですけど、わざわざ僕の読んでる雑誌をこう見てですね、値段確かめたんですよ。意味ね、 CD 大学生前半戦。怖いよ。もう有川はきっともうそういう人を呼ぶんだな。有川だな、言えないんだろ、文句言えない。これ怖いですもん。これ安さんだって言うんだろうな。こらボケ。閉めてるや、下にあるボケ。対局にある。八王子のペンネーム、ホレーションネルソン君。ホルネン。嫌な警察の取り調べはベスト3です、うん、3位、名前の聞き方。あんたのお名前なんての。はあ、怖い、逆に怖いか。怖いな。嫌な警察の取り調べ2位は住所の聞き方。あなたのお家はどこですか。怖いな。この人数が怖いじゃないですか、まず。丁寧っての怖いよね。丁寧って怖いですよ。うん。1位です。家族構成の聞き方。かみさんいるの？僕いないの。怖いなこれ。何よ、裏があるんだろうこれ。もう100ぐらいいろんなこと考えちゃうね。うわ、このやばい、変な気持ち悪いよとかな。これあげましょう。あげましょう。神奈川県寒川町のラジオネーム、達川彦乃君。達彦。格闘家の入場テーマベスト3です。3位、大仁達さん。邪道。2位、スタンハンセン。これあるのとないのじゃ全然違うね。やっぱ違うよね。ないと寂しいよね。格闘家の入場テーマは1位です。桜庭和志。
とぼけた顔してバン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 ただって一人に命をかけて耐えてきたのよ今日まで。困るよねこれ。これドラフト指名だよ。耐えてきたの。耐えてきたのって言われちゃうと辛いよな。辛いな。2位。冷た君の顔がたまらなく好きさ。それもちょっとやだな。好きって言っちゃう。しかも言われるのが、しかもタイトル今夜は話さないって。ねえ、うん、1位です。井上話をしたいけど。俺も新人の時こうだったと。君もいろいろあるだろうが。だからプロだってこうだった。成功。でもそれでもいいけどさ、ねえ聞いてちょうだいとか言われたら困っちゃう。あ、それもいいね、ママにね。俺あのちょっといい理想、後輩行く前に。俺大学のアメフトのアメフト部なのよね。それでちょっと待って、君の理想の生活。アメフト部の、うん、で19か20歳ぐらいに、うん、あのコーチが銀座のクラブ連れてってくれて、うん、そこのママに気に入れられて、うん、ツバメになるってのちょっと待ってよ、ね、それが理想なの。そういうのもいいじゃん。それで卒業して彼女ができたらもう私の役目は終わり、来ちゃダメって言われて。すごい。ああ、なんかすごいいいじゃん。で、ありがとうって、あなたの青春を私に一番いい時をくれてあげる、ありがとうって言って、でポルシェもらう。ポルシェ結局ものじゃん。まあ人生はパズルのようなもんです。次にどんな駒が来るのか分かりませんね。藤木直人。はい、あの最近寝る直前とかにですね、昔のあの楽しかったことをそうそうのようになんかよく思い大丈夫でしょうか。意味ね、 CD 大作戦後半戦。どういうこと、どういうこと、思い出す。どういうこと、例えば。あの子供の時遊んで楽しかった楽しかったなとか。随分戻るな。あの東京出てきて先生、うん、さんたちに会ってとか、なんか嫌なんですよね、なんか昔のこと。これ今が楽しいじゃん、一番今を楽しめよ。なんかしみじみしちゃうの。それで電話してくれよ、はい、話そうよ、うん、俺何でも話すよ。エビナシのひごまさるくん。ひごまさん、嫌な感じに二文字のアイドルベスト3。3位、新宿。嫌な。新宿っていう名前だ。新しい宿だぜ。2位、よぎり。よぎり。よぎりってまあちょっとかっこいいじゃん。ゆうさんのホストみたいな。色っぽいね。いいね、うん、あのエロ声じゃないんだけど色っぽいね。1位、団長ね。漢字じゃないでしょ。団長5文字じゃない。いや俺これいつも聞いてたんだけど、団長ねってどういう意味なんだろう。あ、どういう意味なんだろうね。団長ねってよく言うよね。団長ね、あれだね、沖のかもめにだよね。団長から来てんの。団長の思いから来てんの。なんだろう、またこれ教えてくれるようにする。応援団長かな。人踏んだね、おいたちゃん。団長伊藤。あ、そうですね。横浜の溝辺治くん、笑ってない。溝さん。パンチョさんはね、背の高い金髪の人です。ここまで。あ、そうなの。そうです。そうです。坂本ちゃんの鉢巻きに書いてあったら嫌な言葉。坂本ちゃんの鉢巻きに書いてあったら嫌な言葉。3位。もう私は馬桜。よしなさい。もし話しちゃダメだ。明日私は旅に出ます。ちょっと似合いそうじゃない。いいね。さあ1位です。三平ね。似合いすぎだよ。三平ね。似てね。富山県稲美町西村の西毛くん。西成。露天風呂にいる宇津井さんを見た手塚治虫さんが思ったことで、なんで手塚さんなんだ。偶然あったんでしょうね、うん、3位、水平
この西村のねじけ君 の何がっていうか何がカタカナになってるんですよね何ってことですねこの歌がこの後いいんだよな、うん、盛り上がるんだよな2位ホーリートン、はい鉄の体がモリモリ伸びる立ち上がれビッグエッツいいねこの歌もいいんだよね俺あのサインペンで自分で胸刺してたんだ俺もビービー大きくなれって立ち入れちゃった全然大きくならなかった撫で方になっちゃって撫で方露天風呂にいる宇津井さんを見た手塚治虫さんが思ったこと1位はいいねこれ好きでさジャングルタイトルのテーマいいねこれ録音してたんだよ俺、うん、昔それで直接でしょスピーカーがこれいいよねオープンの頃やってたの俺なんて雄大なんだろうあれ聞きながらでこの間カラオケにこれがあったの、うん、そしたらもう忘れてて歌えなかった気持ちだけあったのちょっと寂しかった寂しかった時の流れちょっと寂しかったポーズまた小さい頃のいいことを思い出して、ねはい、江東区ペンネーム鶏肉くんトーク次の人気ミュージシャンの人数を当ててください、うん、第1問男性人気デュオケミストリーの人数は2人、うん、新メンバーも加わったモーニング娘。は13はいさあ第3問目ですよワンギャルとチンチンガールズを合わせるとおっぱいがいっぱいチン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 あれなああれはケーブルじゃなきゃできねえよな郵便番号1077866 TBS ラジオ小崎の話でまだまだ待ってます小崎んでうわー小崎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 ポニプル僕もポニプルだってポニプルせーのプニュー一枚の写真があるぐずっている子供の頃の私の横にすっと立つ足父の足イギリスの伝統を感じさせるこのスラックスこそが父の存在感英国の格式を履く父という名のスラックスダディーズスラックスダックスエミネンコインターネットデビュープロジェクトはエンターテイメントマザーズラインナップのパルスパルスでベース担当している岡田元樹ですはじめましてパルスはもう3年ぐらいライブ中心でやってるんですけど今流れているのは今年の夏のツアーで常にオープニングを飾ってた曲ですまあ勢い重視ノリ重視だけど聴きやすい感じの曲ですじゃあ応援してくださいパルスでグラスホッパーさあカナのデビューはあなたのプロデュースにかかっています今すぐ TBS.co.jp/radio/UM にアクセスこの銀条曲パート2すいません皆さんお手元の時計を確認してくださいこんな時間になっちゃいましたんで、うん、さっき約束した北の男槌ライブはちょっと延期させていただきます来週です来週かもしれない来週ですこれはねあのシューティングのアナウンサーの丸ですあそしてオアキレットも意味ね勘違いでああ勘違いであの来週までまだ募集しますんでよろしくお願いします来週でーすということで今日は上手パート2で本の感想おしまいになると思います本の感想を読ませてもらいますはい4548の感想茅ヶ崎の明石メアリ君砂混じりの茅ヶ崎怪我したら痛みより茅ヶ崎いいっすね、思い出しちゃった今大学に友達がゲラゲラ笑ってくれたかぶってましてチラッて言ったら笑ってくれたネタを今思い出しちゃった懐かしいなあれか映っちゃってみんなあれかみんな後ろ向きになっちゃったあれかいいな俺昔思い出そうとしても思い出せない思い出作ってかなきゃいけない今日からコツコツバカコツコツそれも3日後忘れてるまあ忘れてないんだけどさあ獅子座流星群をコンクルードに乗ってご覧になった皆様こんばんはあ俺一応見たんだけど2つしか見てない4548の感想を送らせていただきます
私は通販で申し込んだんですが、はい、11月16日にはもう届けていた。うわ、嬉しいじゃん。ワクワクしながら包みを上げて読み出してからずっとお腹痛い、勘弁してくれ状態です。もう36なのに声出して笑ってしまいました。毎週放送を聞いて大笑いしているけど、こうやって本でギュッと下宿されるとまた格別な気がします。それにしてもどうして皆さんこんなバカでようなことを考えつくんでしょうね。随分と昔ラを読んだ時の面白さと今も決して色褪せていない小崎の魅力にまた改めて心を惹かれる思いです。パフォンはこれからじっくり見ますということですね。パフォンは長いからね、はい、そして皆さん4号4番地お持ちの皆さん、ちょっと写真にタイトルをつけてくれました。ああ嬉しいね。赤嶋春くん、121ページです。今回はそんなに変なのないよね。いや、あるよ。いや、前のがひどかったですよ。前のひどかったですね。これか。飯尾くんですね。21ページ飯尾くん。タイトル、池田屋事変で喀血した沖田総司を演じる新人俳優の舞台稽古。おお。小さい。沖田なの？こんな地味な顔で。北海道別市の元禄のブロードウェイくんです。11月22日木曜日、販売から発売から4日経ったこの日、ついに手に入れた4548。店で手にした時は気づかなかったけど、光の当たり具合で、20TH22 の文字が浮き出る新500円玉のようなトリッキーなカバーです。そうなんですよ。あ、本当だ。ちょっとこう透かしっぽくなった。知らなかった。もういてもいても立てず立ってもたまらず、関東のカラーページをめくるとミステリーバスツアーに続いて現れたタモリーヌ。あ、タモリーヌ。これで俺たちさ、死んじゃったよ。ひっくり返っちゃったんだよな。なんだよこれ、この安直さはって。そしたらみんなが喜んじゃってさ、書いてきたんだよ。そして次のページに各種タモリにただただもんです。ひどいよなこれ。小サラビファンの集いでは大熊亮太さんと門脇さんの姿がそうだぼやけて写っていたのは残念でした。そうか、写真が残ってないんですよ。しかし本編の方は前日のタモリに負けず劣らずの悶絶の面白さ、僕はぐったりするばかりです。最後に気になったところいつかあげます。ここからです。178ページ、178ページの中村英子さんと、おーおー、179ページの佐藤麻衣子さんはそっくりですねと。あ、ちょっと似てるね。ちょっとね。ファニーフェイスだからね。また203ページのラビーの似てねえ似顔が。ああ。これひどいよな。これうちの娘とね、書きっこしたの。で、お互いに似てねえ、似てねえ。俺のさ、スピードの高子ちゃんって忍者みたいだもんな。でもな、次回ぜひともモーニング娘。にトライしてほしいと思います。そしてカバー裏の隠しネタで、有川さんと一緒に写っているのは、野口英世さんですか。あ、似てる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 加藤義郎さんでもか。じゃあさようなら、桃色観音より。桃色観音。続いてはですね、多摩市の、あ、戦略希望だ。ティーポ・アバルト君。ティーアポ小崎本4号4番の感想を送ります。なぜか表紙に鹿間さんがいたのに驚きつつ読み始め俺のことかな。真ん中の驚きつつ読み始め、1週間かかって味わいながら読みました。20周年記念なので、お二人や関係者の人々のコメントも載ってるかなと思っていましたが、そんなコーナーは影もなく普通記念本なら20年を振り返るみたいなのがあるんですが、昨年一世を風靡したタモリモノの写真や有川先生の武勇伝コメント集、さらに宇津井健氏のすごいものの実物大イラストや、ムックンの等身談いい体ポスターなど、とても充実した内容になっていましたね。嘘です。読みながら意味ないくだらねえ、ひでえ、バカで、何それを連発しながら楽しい一週間を過ごすことができました。これからも6兆冊の小崎本が出るくらい番組が続くことを祈っています。では漏れ。ああ、喜んでくれてますね、皆さんね。さあどんどん行きましょう。大分、あ、大分だよ、いいとこだね、大分ね。河野健一くん、全日本精神年齢10歳未満部門1位の方々、こんばんは。こんばんは。はい、本当にそうだな。早速ですが、今俺息子より子供だと思う。息子の方がちゃんと明日早いから早く寝ますとかちゃんとやってるもん。早速ですが、小崎本の感想を書きます。相変わらずバカでネタやくだらない写真にのたうち回ってしまいました。ネタで面白かったのが59ページの、これはネタですね、59ページの暗闇谷地区真っ暗な部屋で電気の暇がなかなか探せない時のこと。谷隼人さんの地区が暗いから。バカで。写真は214ページの
214ページのディズニー新パレードです、うん、下のやつですね。バーカーなんだよこれ、これパレードやばっ、ね、しまっちゃうこんなパレードやだよこれ、ニック伊藤村でもやんないだろこんなの。これ何、これ何やってんだこのパレードこれ。ちなみに192ページのゴスペラーズ黒沢かおるさんの巻に 192? 黒田アーサーさんが映っており、193年の193ページのおすまし17には、ラビーの横に高橋尚子が映っていたのでたまげます。似てる、この写真だと似てるね、こういう顔じゃないんだけどね。あ、黒沢くんがゴスペラーズに、そうさ、あ、黒田アーサーに似てる、黒田アーサーちょっとなぁこのボケとぼんやりってひどいんだけど地味地味な顔鼻ない、鼻ねーこ これ、ね、これ見学の人しかもさ、ヤスのさ家はダニだらけらしいんだよ、ダニでダニだらけなの、うん、ヤスにちょっとキャインスタイルでロケした時に佐藤エリジコちゃんがあれだと本当にダニー壊れちゃいましたちょっと。さあこちら川越の金子哲也くん洗礼希望。俺もダニーになりたい。金哲。金哲。言い直してる。先日の日テレモノマネグランプリに参加させていただきありがとうございました。期待の添えない内容で申し訳なく思っています。いや面白かったよ。特に門脇さんにはあれから一緒に来ていた友人と反省会をしてもっと勉強すべき点があると多々あると指摘されました。また新しいモノマネでチャレンジできたらなと思います。ところでいきなりですが4548の写真にタイトルつけました。 お願いします。さあ皆さんいいですか。6566ページ、6566ページです。65下4つね、2つセット、ね、2つセットでございます。ああはいはい、分かりました。65ページ下4つ、これらの物体に井川遥さんの汗をかけてみましょう。ポタッと66ページの下4つ言ってください。実験は成功のようです。実践バカな顔だ。汗じゃ嫌だな。バカな顔。俺時々こういううちでもさ変なさなんかこんな顔してるわけ。で女房にパッて見られてさ気持ち悪いからやめてよって言われるの。ストレートなツッコミだね。さあ続いて111ページです。だからニコニコしてんの俺は。111ページ。111ページ。111ページ。これもやばい。ラビーが両手を上げて。どうしてこういう。いきますよ。何だったんだろう。カーリー最初、自分の料理を批判され、あんたじゃ料理が向けてんだいと言っていました。カーリー最初さんね、うん、あの人の料理って、美味しいけど、ちょっと味が濃そうな気がするんだ。うん、分かんない、食べてみないと。120ページ。飯尾くんですね。うまいなこれ。何？ギブミーチョコレートと言ったのに何ももらえず、あぜんの少年。目が死んでるもんな。これリストラされてなぜ私がって顔してる。な？働けど働けど我が暮らし楽にならず、じっと手を見る。あのさ、手紙もらってさ、商用って来てさ、うわ、なんだろうって開けたらさ、リストラって書いてあって顔。え？ボーナスじゃないの？リストラって顔。佐藤智則くん、越谷市、小崎本、小崎の4号が買いました。相変わらず濃い内容で笑わせてもらいました。特にカバーしたのラ拍子、谷村新司さんと有川さんはずるすぎます。また285ページの知ってる本歴代チャンピオン中、285ページね。285ですよ。初代目チャンピオンの野呂さん、渋すぎます。私も野呂さんと対決して敗れたもんですが、これでは勝てないなと思いました。5代目のチャンピオンは、志垣太郎さんなんですか？いや、鈴木末吉です。ちょっと前置き長くなりましたが写真タイトル浮かんだんでつけます。はい、95ページ。95、小崎スタッフ紹介。295ですね。あ、295、はい、295、はい、ミキサーの小林さん、一番左下ですね。あ、はいはいはい、駅の窓口で切符を売っている係、こちら代々木上原までと南相馬町の乗車券ですって言ってるところ、あ、AD の小関さんと神戸マネージャー、うん、仕事帰りの車内で一心不乱に携帯を見つめてる人。うまいね。おい、こんなところでしょう。少しずつ寒くなってきました。お体には十分お気をつけください。最後に一句、気がつくとあなたの横にマントヒヒバー
その前に気づくだろ、うん、来たら臭い気配すごいだろうなすごそうですね、はい、コサキンの4548、紅葉館から発売中でございます。税金別で1200円です。1週間楽しんだ方もいらっしゃいます。よろしくお願いします。あなたのそばに一生つけてあげてください。すごい。ちなみに、お、来ましたね、熊沢書店八王子店一般文芸者部門、うん、ベスト7ですが、1位小崎の4548、うん、1位です。お、売り上げやったね。新ゴーマニズム宣言スペシャルを2位に落として1位です、うん、お、ありがとうございます。熊沢書店、わかりました。まあそこで1位取れたってことは他でもそれに近い数字を残せてるってこと。そこだけに集中してないからね。小崎全集パフォンの方、うん、こちらもCD ロムです。高揚館から発売しております。よろしくお願いします。こちらは3800円プラス税金です。ありがとうございました。小崎でわら男の中の男、ドイツ人。こんばんは、Sカップです。誘惑されないゲルマン魂。こんな小さな水着で大丈夫かな。想像しないゲルマン魂。やっぱりはみ出ちゃいますね。横目で見ないゲルマン魂。あ、脇毛剃るの忘れちゃった。おう、僕のティディベアと同じ。はい、今週も終わりになりました。すいません、ライブでできなかったところをお聞かせしようと思ったんですが、ちょっと、北の男たちは来週お聞かせしますし、ルーブ氏も来週の予定でございます。そうですね。またパンクしたらルーブ氏は最後に。まあ徐々にね、はい、ほら、余韻っていうのは少し残していきたいじゃないですか。そういうことです。おはぎレッドの方も、意味ね、ああ、勘違いで募集中でございます。よろしくどうぞ。郵便番号107-8066、TBS ラジオ、ごさきんではお電話待ちします。ファックスは東京0355631960、東京0355631960ですね。イメール、コサキンアットマークベスト .tbs.co.jp、コサキンアットマークベスト .tbs.co.jp でお願いいたします。ファックス、イメールは24時間受け付けておりますので、よろしくどうぞお願いします。ねえ、メカ君。はい。なんかもうずいぶん前にイベントやったような気がするね。そうっすね。うん。俺余計地方行ったから余計なんかすごいアイクテスト1週間早いんだね。そうだね、いつもと違うことですけどね、うん、新鮮だから、はい、で繰り返すとまた同じ流れ。そうだね、人間ってなんてさ刺激を求めるのね。いつもいつももっともっと、そうそう、もっともわ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 世界残酷の後にララ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 ラ前向いて歩こう、はい、よろしく、はい、せーの、バッハーン。おかきまんじゅう。 TBS ラジオ主催、梅若六郎、阿部の生命。人気実力ともに現代を代表する能楽師梅若六郎が舞台生活50周年の総決算として挑む21世紀現代能阿部の生命。原作は映画監督の吉田喜寿。空間演出にあの超魔術師ミスターマリックを迎え、話題の陰陽師阿部の生命を能の世界によみがえらせる。12月17日月曜日、昼の部午後2時、夜の部午後7時開演の2回公演、サントリー大ホールにて。お問い合わせは梅若六郎の会事務局 03-3363-7718 まで。 954TBS ラジオ。セブンイレブン、いい気分。美味しさに思わずびっくりします。クリスマスケーキのご予約はセブンイレブン。セブンイレブンが3時をお知らせします。